まず、本日午前中昼前ですが、奈良県において安倍晋三元総理が銃撃をされ、そして今現在深刻な状況にあると聞いております。今懸命の救急措置が行われていると承知をしています。まずは安倍元総理が何とか一命を取り留めていただくよう心から祈りたいと思っています。今回の犯行の背景についてはまだ十分把握できてはおりませんが、いずれにせよ民主主義の根幹である選挙が行われている中で起きた卑劣な蛮行であり、決して許すことはできないと思っています。最大限の厳しい言葉で非難をいたします。政府としては今後あらゆる事態を想定し対応できるよう万全の対応をしていきたいと思っています。今後の政局に与える影響等は今この触れるべきではないと思いますし、私自身もそうしたことを考えてはおりません。